36歳はママです。ひらしゃいんです。今すごく子供2人目が欲しいです。ただ会社は日経大手ですが、比較的若めで、このままひらしゃのま一級に入ったとしても、復旧したときに居場所がないと思っています。なので、1年間昇進を見据えて仕事頑張ってきましたが、どうやら秋の人事異動でも昇進ができなさそうです。会社と仕事は好きです。年齢的に子供か仕事が切羽詰まってます。16歳だったら仕事も子供両方得るためにどうしますか。子供作りますね。結局、あの子供作った後に戻れるかどうかってまあ未知数だし、このまま働いたとしても昇進する かどうかって未知数じゃないですか。で、子供を産んでみたらマジ仕事とかどうでもいいわってなるのも未知数じゃないですか。仕事って基本いつでもできるんですよね。で、まあ今までずっと仕事好きだと思うんですけど、で、じゃあその子供を産んで転職した後もいい仕事が見つかるかもしれないので、ただその40過ぎると子供を作ること自体が難しくなるんですよね。そうすると子供と仕事両方いいものを取るっていうのが不可能になるんですよ。 であの仕事は別にいい会社じゃなかったら転職するとか自分のスキルをつけるとかっていくらでもいい会社を探すことは可能なんですけどやっぱ40過ぎると子供を作るということ自体がかなり難しくなってしまうのでなのでそのなんか仕事と子供の両方のいいところ取りをしたいのであればまず子供を取るっていうのを締め切りが早いものから先に満たしていった方がいいんじゃないかなと思いますけど既婚28歳女性です現在派遣で働いており旦那は超公務員ですそろそろ子供が欲しいと思っています一応貯金1000万円ありますが将来不安です地方で 1000万あれば不安になる理由がわからない派遣が来年6月に満了するんですがそこから生産を目指して一級が取れる企業に就職するか子供を授かり旦那自番にするか悩んでますアドバイスをくださいえっとあの今はその選択肢があるんですけど年取ると子供生まれづらくなるのとダウン症だったり病気の子供が生まれる確率が上がるので一馬力で行けて貯金もあるんだったらさっさと子供作る方にシフトしちゃった方がいいですよ要は いつでもできるものではなくて、だんだんその、ダウン症だったりの確率が上がってくるものなので、あとその、妊娠の確率も下がるものなので、なのでタイムリミットがあるっていうのをちゃんと書えた方がいいんじゃないかなと思います。えっと、システムエンジニアで年収400万の24歳男です。私は結婚して子供を2人産みたいと思っています。子供が先天的な病気を持つ確率や自分の体力を考えると早く産んだ方が良いかなと思う反面、母親の精神じゅ成熟度、子育ての費用を考えると遅い方が良いのかと思い何歳ぐらいで代償を産むのがベストなのか疑問です。ひろきさん、総合的に考えて何歳で第一 生むのがベストだと思いますかちなみにシングルのマザーになる可能性も考慮し育休後も働き続ける意思があります。えっと早ければ早いほどいいので多分ベストでいくと22歳じゃないですかね。あのまずその子供育てってめちゃめちゃ体力含んで若ければ若いほどいいんですよね。で その、じゃあ子供二人産みますとかで、じゃあそのなんか、ある程度とその手離れするまで育てますっていうと、まあ必ずキャリアが切れるんですよ。なのでなんか、あの、それなりに稼いで、なんかキャリアを作ってお金がある状態で、そのなんかあの、子育てした方がいいよねって思いがちなんですけど、あの、お金なかったとした場合でも、日本の場合って、あの、補助金だったり、そのなんか女性センターだったりとか、まあ生活保護だったりとか、なんだかんだ言ってお金なくても暮らせるような構造になってるんですよ。なので、その、まあ例えば実家暮らしとかであって、じゃあ 生活保護もらえませんだったら、もうさっさと人暮らししちゃって、一人暮らしスタートした瞬間に生活保護申請して、はい、子供が生まれたから働けませんっていうと、まあその子供の分と自分の分合わせて二人分の生活保護の金額もらえるので、なんであとはその体力でひたすら分回すっていうのができるので、なんで若い方がいいですよ。はい。なんかこれぐらいお金があった方がいいよねみたいなことを考えてるタイプの人って心配性なので、結果としてその安心できる金額っていうのを考えると、1000万とかになっちゃうんですよね。 要はその子供がなんか大学を卒業できるぐらいまでに1000万ぐらい必要だよねって言われていて、その塾だったりとか私立の大学だったりとかね。そうするとなんかあの、要はまあ普通に働いて1000万食べるのってなると、やっぱり30後半になりがちなんですよ。で30後半になっちゃうともう高齢出産みたいになっちゃうので、とっとと子供を産んじゃって生活保護だったり、その行政の補助に頼るっていう方向の方がいいんじゃないかなと思います。